お名前とを教えてください。半田大間です。はい、ポジションはどちらをされてますか？キャッチャーをやっております。はい、マクドナルドトーナメントベスト8おめでとうございます。ありがとうございます。太田スタジアムでやったそうですけども、楽しくプレーできましたか？はい、できました。はい、今6年生ですけども、野球を始めたきっかけを教えてもらえますか？友達がやってて、はい、友達に誘われて入りました。はい、ありがとうございます。もう卒業ということで、今度中学行ったら、野球は続けるんでしょうか？はい、続けます。はい、どういうふうに、どこでチームで続けますか？朝日中学校です。はい、はい、はい、の、マクドナルドトーナメントおめでとうございます。ありがとうございます。見に行かれたんでしょうか？もうずっと、はい、試合見て、はい、一緒にやってもらいました。はい、おめでとうございます。なんか感想みたいなのは、もちろんなかなか行けるものじゃないんですけど。いけないですね。もう有名にまで見たものを、はい、はい、デカマックつけさせてもらっただけでも、マックね、ここにね、そうそうそう、あれでも、ね、すごいことなのに、ベスト8って。うまいんですけど、はい、やっぱりこう一つこう野球から離れると、正直言うと、面白く、ね、こんな子たちが、っていうような子がいっぱいいる中、やっぱ試合が始まるとピニッと変わって、はい、頼もしかった。はい、なんか、お子さんが野球をされたきっかけっていうのは何ですか？お兄ちゃんがいまして、今こう、5つ離れたお兄ちゃんがいて、はいはいはい、で、お兄ちゃんにずっとついていってて、はい、で、小学1年生の時に、まあ、バット振ってみろって言ったら、ブンって触れたので、お、さすがやね、もう入っちゃえっていう感じで。そうです、うん。はい、まずはじめに監督さんのお名前とチーム名をお願いします。はい、柳瀬スポーツの監督しております松本博則と申します。はい、ちょうどですね、はい、マクドナルドトーナメントが終わって、はい、おとといです。そうですね、はい、おととい終わって、はい、帰ってこられて、またすぐこう練習されてることなんですけども、はい、マクドナルドトーナメントはいかがでしたか？初めての出場だったんですけど、はい、まあ、結果ベスト8まで進むことができて、はいはい、でまず遠征自体が初めてなのと、はい、そうなんですよ。で外泊して試合っていうこと自体が初めてだったので、はい、まあ、そういういい体験ができたっていうのと、まあ、全国レベルのチームと、はい、試合ができて、はい、まあ、毎日県大会の決勝をやってるような感覚 で、 あ、そうですね、はい、まあ、楽しめました。1回戦は福岡の、はい、そうですね、はい、2回戦が、宮城のチーム、はい、で3回戦が東京の工藤パイレーツということですね。はい、監督さんに就任されたいきさつを教えてください。私息子が今6年生で、はい、4年生の秋からですね、はい、ちょうど2年前からやらせてもらってるんですけど、はい、なんだろう、前の代からの引き継ぎで、はい、まあ、依頼があって行かさせていただいたっていう形です。はい、そうですか。はい、じゃあお父さんまで監督になられたんですか？そうですね、はい、私の場合は、はい、はい、まあ、最近の主だった成績、今マクドナルドトーナメントはありますけども、はい、栃木県内での成績なんか教えてください。県内は、昨年のチームか、はい、昨年のチームは、はい、夏の県大会で3位で、一昨年が準優勝、はい、まあ、ここ3年は、まあ、県内でも結構高い成績を残せていると思います。はい、ちなみにですね、はい、宇都宮っていう市内っていうのは何チームあるんでしょうか？はい、確か45ぐらいだったぐらいですか。はい、ありがとうございます。チームのなんかスローガンみたいなことは決めてあげますか？チームのスローガンはみんなに応援される、はい、チームでいいよということですね。チーム出身でですね、はい、高校とか大学で活躍された選手っていうのはご存知ですか？プロ野球をして、でも今甲子園出てる文星芸大のキャプテンの入江君とかは確か柳瀬スポーツの出身みたいな。そうですか。ごめんなさい、もう一回お願いします。文星芸大の、はい、
キャプテンが柳瀬スポーツ出身の、はい、ありがとうございます。はい、わかりました。またですね、はい、卒団した後ですけども、はい、皆さん中学で野球を続けるっていう方が結構多いんでしょうか。大半続けてると思います。はい、はい、でその中でですね、いくつかこう進路があると思うんですけども、はい、まあ、部活と、はい、あとは公式のクラブチーム、そのあたりはいかがですか。僕はフラットですね、まあ、子供がフラットに考えてて、はいはい、まあ、子供が目標をどこに設定してるかじゃないですか、ね、割合っていうのは大体毎年多分今まではこのまま学区の中学校に入ることが大半だったと思います、はいはい、去年はあれか私立に1人、はい、おととしは公式2人か、まあ、公式は今まであまりない。そうです、最後の質問ですけども、はい、まあ、これからどんなチームにしていきたいか何か抱負があったら教えてください。まあ、でもせっかく、ね、全国大会出れたので、はい、まあ、一発屋にならないように、はい、継続的に出れるようなチーム作りができたらいいかなと思います、はいはい、